見つけたい、そういう企画。声戻ってよかった。あ、昨日よりはいいかも。どう？どうですか？昨日より良さげ？一応ね、お薬は飲んだんですよね。シールみたいになってるの？なってないよ。なってないです。仕事中に配信見てる。全然おろそかにならなかったらいいんじゃない。仕事がむしろはかどるぐらいだったらちょうどいいんじゃない。はい、ここからメイクをしていくという。聞いてください、明日の朝が爆速朝っていうか夜なんですよ。ちょっとロケなんですけど、なのでちょっと若干早めに始めてみた次第でございます。あ、今日タワーサインやるので、そうだよね、先に言わなきゃ。タワーサインの日です。タワーサインの日です。こんばんは。わ、定期早い、ありがとう。早いよ、タワー投げてくるの。早いよ、ありがとう。うん、ありがとうございます。ちょっとじゃあメイクしていきますね。途中からいつも忘れるメイク道具紹介。下地ポルジョです。下地はポルジョの1番、01番です。あれの方、蓋がピンクじゃない方の1番、蓋が白の1番です。なんだかんだこれに行き着いたよね。これが一番いい。なんかお外に出るときは先に日焼け止めを塗るんですけど、もう今日はお外には出ないので、うん、SPF でもこれにも入ってるよね。これも SPF50 なので、まあ入ってるっちゃ入ってる。花火大会行きません。非リア充なので行きません。引きこもりをなめるなよ。どんなにもう隣で花火打ち上がってても見に行かないからね、私は。誰かに誘われない限り。奇遇ですね、私は。でしょ？花火は見に行かない。こうちゃんタワー、ありがとう。ちょっと待って、後であのタワーまとめて教えてください。メモします。
花火とか恋人と行くもん。え、そうだよね。ミルクティーンさん2個目2個も球投げたの。やめなよ。と女の子でしょ。やめなよ。2個サイン書くけど。でもさ、恋人と花火行く人なんて何したの前世で何どういう行いをしたらそんなベタなさいいシチュエーションに巡り合えるの人生の上で。わかるわ、ごめん、みんなに聞いた、私がバカだったそうだよね、わかるわけないよね、みんながそうだった、そうだったみんないないもんね。そうだね。最近ね、あ、これ多分これもファンの方から、今日もねファンの方からいただいた服を着てるんですけどエチュードのプレイカラーアイズミニオブジュっていうなんかめっちゃキラキラ光るやつ、これいただいたんですよ。これを使っていきます。かわいい、かわいい。ひかちゃんと花火見に行く VR ゲームなんですよ。悲しくならない？それでも前らに帰った時、私最近さ TikTok とか撮っててもさ悲しくなってくるんだよね。私はなんでこんなことをしてるんだろう。それがもうほんとなんか絶世の美女とかがやってるんだったらわかんない、世の中に需要があるだけど、私はなんでこんなことをしてるんだろうっていう気持ちになってしまって、なんかふと我に帰るとすごく恥ずかしい気持ちになる。だから多分我に返っちゃいけないんだよね。これは全ての事象において言えることなんだけど、でもね年取るとね我に返ることの方が多くなってきてね、現実を見てしまうんですよね。はい、あれね、ファンデーションはティルティルピンク、粉は3、眉毛はエクセルのペンシルとパウダーと一緒になってるやつ。最近は眉毛を薄めに描きます。なぜなら失敗すると怖いから
眉毛これね、エクセルのやつ。もうこれを何年ぐらい使ってんだ。結構長い間これ眉毛はこれだな。一番描きやすい気がする。で、の上からもうこのロングセラーアイテム、ケイトの眉毛のやつで、眉尻だけ補強します。パウダーね。なんか髪明るい時にさ、エクセルの眉毛のやつ大量購入したからさ、今の髪色にちょっと合ってないんだよね。だからあのパウダーで濃いめにこう若干するっていう、それが最近の。でも全体的に薄めではあるけど、中学校の時にさ眉毛なんてなくていいと思って剃ってたタイプの人間だからさ、ないんだよね、生えてこなくなっちゃった。描かないとないんです私眉毛。これね、ケイトのやつ。はい、でそのまま今のやつで、そう眉毛なくなっちゃったんですよ。昔のプリクラとか見たらさ、眉毛なくてさ、マジでおもろい。うっす眉毛っていう。あのついてる筆の細い方で、あの涙袋の影を描きます。この細い方で影を描く。でそれからですね、今パウダーまでベースはしてあるんですけど、この状態から RMK のグロースティックファンデーションで、あのハイライト入れたいところにビヨって入れていく。眉毛描いてもすぐ消えちゃう。わかる、溶けるよね眉毛って。眉毛って溶けるんですよ、皆さん知ってましたか。眉毛って溶けるんです。今日ショールーム通知来なかった、なんでだろう。キャンメイクのラメ入ってないノーズシャドウのパウダーで上から鼻筋をなぞる感じで、あの平屋建ての鼻を3階建てぐらいにはしていける。私これ廃盤になったら多分生きていけないんだと思うぐらい使ってる。人生の上で一番使ってるやつ。これが一番使いやすい。
平屋建てから3階建てはすごい。福若から見て、福若ってできんの？ショールーム。そんなことできるんだ。で、チークはセザンヌナチュラルチーク、これを鼻先とほっぺたに入れます。入れたら、アイシャドウを入れるんですけど、セザンヌね、わかるわかる絶対わかってないよ。でも今男性の方でもメイクしますよ。あれ？しないのかな？でもしてるよね。韓国アイドルとかみんなしてない？メイク。ちなみに普段からメイクしてるよっていう方いらっしゃいますか？男性の方で。日焼け止め？いやでもね、大事だと思います。そういうなんか気遣い、気遣い、心遣い。やってるとやってないでやっぱね全然違いますからね。ケアはする？でもケアしてる人それだけ偉いよね。なんかヒゲ脱毛とかしてほしいもん、ちゃんと。でほんとヒゲっていらないと思うの私。どう？なんかいやあっても似合う人はいいんだけど、なんかやっぱりラジオでもさ言ってたじゃん、女の人ってヒゲ好きじゃない。のかも。
なんかなんだろうね、どんなイケメンでもヒゲ苦手。だよね、だよね、私だけじゃなくてよかったすごいね、なんかいいんだよ、いいんだけど、なんか気使えてないのかなってちょっと思っちゃう。多分そんなことないんだろうけど、伸ばしてる人はちょっとよくわからないですね。なんかマイナスなポイントだから、それって。なんかさ、炎上しなかった、この前のなんかフェスだっけ、アイドル博みたいなやつでさ、なんか水着ステージでなんか一緒に水着になって脱いでる人がいて、それはいいんだけど、なんか胸毛剃ってきてみたいな炎上してたよね。あれめっちゃおもろかったな。てか推しメンにさ胸毛を見せられるあれが分かんない。その心意気が分からない、私は。どういう気持ちなのそれって。え、思ったよね。え、嫌じゃない、なんか。私がもしも男性のそのアイドルのファンとかだったら、そう、胸毛生えてたとしたら絶対剃るんだけど、剃るし、まず推し面の前で水着になる度胸はないまずね、言わせてもらえば。ぶっちゃけ女子男腕、いやー、腕とかは別に気にならないかもしれないでもやっぱ腕とかは気にならないけど、なんかでもさ、女子にだけさ、その脱毛を求めるのは違うと思うんだよね。私はその男性も気を使ってほしいというか、私はなんか眉毛が生えてこなくなるほど毛根が激弱なのあのあれなんですけど、でもなんか男性の方ってどこまで処理してらっしゃるのか。ツーショット撮影会水切れ、いやいやいや、多分止められるよそれ、うちでやったら。48でそんなの聞いたことない。え、男性って捕まらないんですか、そういうのって。どこまでその公然の場で男性ってどこまで脱いでいいんですか分かんないんだけど。いや、安藤さんが爆速で捕まえに行くと思う、多分。
警察呼ばれる、警察アルソック呼ばれる。うちはやっぱり一応ね48ですからそういうのあんま許さないんじゃない、わかんないけど。じゃアイドル側が100歩譲ってよくても、いやよかないんだけど、よくても運営が許さないと思うよ。マスカラ、いいマスカラないかな。マスカラはずっとデジャブ使ってます。デジャブの黒、私割とプチプラ派閥なので、デパコスはあのスキンケア、多く肌に触れる部分はデパコスだけど、あのちゃんとそのアイシャドウとかめっちゃいろんなの使いたいからデパコスだとどうしても追いつかないので、全然プチプラ使ってます。あ、定期ありがとう。さ、女子に聞きたいんだけどさ、私アイライナーさ、まつげの下から描くんだよね。まつげやって、まずまつげ上げてマスカラ塗ってから、まつげの下からアイライナーを埋める感じで描くんですけど、そういう人いますか？上から描くと浮かない？私の目の仕様はそうなってるんだけど。なんか自分が奥目なのかデメなのか分かんないけど、多分奥目なんだけど、なんか上から描くと浮くんだよね目尻しか引かない。あ、目尻しか引かない日もあるな、めんどくさくて。今はこんな感じ。このここから描く。目尻しか描けない。ね、なんかこのこうやってこうやって描く。でここまで下げて。これ平行に
二重の幅と平行に、で二重の幅の延長はアイシャドウでやっちゃうからこういう感じ。わかる？わかんない。でアイシャドウはなんかおかしいなと思ったら後から足すんだけど、ここからこうやって伸ばす。なんか色が違うな。濃い茶色とかでいいんだけど、こっからこうやってこうやって最近のメイクこうやって伸ばす。反対もやる。なんか細い筆とかあったらそれでやってくれたら。ホットビューラーでこうやってあげる。ホットビューラーみんな使ってる？使わない？あげるの。そしたらほら上がるから。で私はもうこっからもう一回ビューラーするんだけど、そしたらねまつげギュインギュインになるよ。見えてた？怖くない。何も怖いことない。もうまつげは限界のその先へって感じ。限界のその先へ伸ばすのがまつげ。下まつげもしっかりやる。で慣れたらね簡単。そう限界のその先。ちょっと待って後であれするから待ってね。でここの涙袋を埋める。お、なんか消えた。こうして。うん。逆もね。やる。で、この時に注意するのが、この、ここまで、ちゃんとしっかり塗ること。
かった？分かった人、はーい。で、ラメ。このさっきも見せたんだけど、ファンの人からいただいたやつ、アイシャドウでやっていきたいのですが、あれ、これの多分この色とかこの色とかがいい。薬指が一番塗りやすい私はね。ここにピピピピってキラキラかわいいね。はーい。で適当すごい適当なあれで申し訳ない。誰か終わった？今の配信またいっぱい流れてきたんじゃない？人今日は Wi-Fi 安定してるから切れることはないと思うけど。これもうないの。そしてボロボロ、このズーシーのこれ私の大好きなやつ見て、このボロボロ加減やばいよね。でここからが問題なんですけど、あ、ちょっと待って、唇やらして。唇は涙袋のやつと一緒に最近ね、これをね使うんですよ。このボビーブラウンのやつ、ここに見て、やばくない？これ、これめっちゃ可愛いの。これいいのやってみんなも。でピンクのアイライナーで、ピンクのアイライナーでここをこうやって口角描く。すごくない？かな、口角を描く。黒でね口角描くのはねおすすめしない、あまり。なぜなら口元暗く見えるから、なんかちょっとなんか なんだろうトーンダウンしちゃって進んで見えて、あんまり私は良くない。勝手にさあれなんない、いやこう加工かかんのやめてほしいんだけど、色が伝わらない。こういう感じです。でこの前髪を下ろして、わ、髪の毛ボサボサ。これを今から可愛くしていきます。アイロン続けよ。でもなんか TikTok 用メイクみたいなしたいんですよね。
どうしたらいいかな。TikTok よ、うん、なんかあのこれで、これのために私わざわざアイプチ買ったんだけどこのこれね、これを使ってこのネイルパーツをここにつけたいの。意味わかる。だから多分、うわ、こんなんだっけ、こうやってこうやってはっ、こうやってつけたらつく、あっつくね、かわいいね。このさ、お花、お花お花に見える。これね、次のツアーでもねこれつけようと思ってて、え、可愛くない？ほらほら、どう？フィルターみたい今日はこれをやりたかったの今日もこれをやるためにショールームしてる。今これ緑つけてるんだけどね、ちょっと青もいこうかな。え、かわいいよね。これネイルパーツなの。ネイルパーツをこのアイプチで頑張ってこうつけてるっていうだけの話なんですけど、あ、やばい、カピってきた、カピってきたぞ。ちょっと待って、ちょっと待って。今日の服はファンの人からいただいたお洋服を着てます。ねえ、そう、これネイル用なの。ちょっと待って、後でタワーの人聞くね、どの人がくれたか。え、可愛いよね。可愛くない？これ。これあれだね、ピンセットいるね。ピンセット。え、可愛い。お花。こういうのさ、ノリノリでやっちゃうから良くないのかな。最近肌荒れがひどいんですよって言いながらつけていくんですけど、はい、うわ、ついてくれ、頼む。あ、いいんじゃない、いいんじゃない。かわいいでもちょっとチーク足した方がいいかな。ピンセットだと飛ばしちゃう、その恐れもある。ちょっと紫とかもいっとく、うん、ピンクと白はちょっとツアー用に取っておきたいから、紫のちっちゃいやつがいい。よ、これネイルパーツなんですよ実は。アイプチで頑張ってつけてるだけで、うわわわわ、取れなくなっちゃう。ほら、可愛くないですか。あ、 TikTok っぽいね。どう、
フィルターみたいで可愛いよね。なんかちょっと そばかすっぽくてよくない？男子には分からんか、この可愛さが。あとでもう一回足すわ。じゃ一旦前髪やらして。こういや前髪やらんことには何も始まらんから。一回前髪取ります。取ってそれとアイロンで、髪の毛やったら変わってくるから、ちょっと待って一旦。髪の毛やったらね変わってくるから、落ち着いてみんな。何にしよう。髪の毛どうしたらいい。三つ編み、三つ編み。でもこれ着替えたら吹き飛びそうだな。ねえ、そう思わん？早替えで着替えたら吹き飛びそうな感じする。こういうさ、お花のシールがあったらさ完璧だったんだけどさ、なんかちょっとデイジーっぽいお花、マーガレットっぽいお花なかったんだよね。でもネイルパーツならあるかなと思って調べたらあったから、あじゃあもう別でアイプチ買うわと思ってアイプチを買ったんですけど、っていう経緯です。学校あるからツイッター楽しみにし、うん、うん、ネイルパーツはたくさんし、うん、ネイルパーツだったらなんか軽いし、なんか重さで落ちてきたりしないかなと思って、
ペッコラショット。あれ確かに変に、あ、これだ。また可愛くな出かけないですよ、陰キャなので出かけません家で楽しむ用です。家で私が自己肯定感を上げる用の、ただのそれだけの、てか配信と TikTok 用の。次のツアーに向けたお勉強も兼ねての。うわー、定期ありがとう、助かる。良いんでは。はいはいはい、この辺ちょっと出しといた方がいいよね。良いんでは。クルンってした。自分の顔が見える。そんなことないだろ、みんな可愛いんだから自信持って、私を見て勇気を出してほしい。私みたいなブスでもこんなに可愛くなれる時代なのだから。うわー、ごめん飛んでった。全部ごめんね、そう、なんか全部落ち、全部落ちたんだね。私ありとあらゆるもの今落としてしまって。絶対可愛いやん、こんなん。これつけて出たら。ねえ、可愛いと思わん。あのクラクラの歌とかめっちゃ合いそう。世界の女の子たちが。でもね、今ちょっと私欠点を見つけた。紫見にくいね。ってことはピンクと白も見にくいんじゃない？やっぱ肌の色と浮く色じゃないと、ちょっと黄色見あるとかじゃないと見えないのかもしれない。オレンジとかつけてみる。なんかチークの位置だからさ、意外とあれなんじゃないかって。
ていう。ほら、馴染んじゃわない。どう？ここじゃない方がいい。この辺とかがいい。オレンジ馴染んじゃう気がする。このちっちゃいのマジでつきにくい。なんかまあチークの一環ですみたいな見え方してくれたら一番いいけどね。ここにも一個欲しい。そんな気がするそんな気がするよね。どう？でも色分からんな。でもいい感じじゃない？バランス感的に。紫。いや、紫。青。青。わわわわ、いっぱい出てきた、いっぱい出てきた。やめてー。落ちた？落ちてない。これ踏んだら痛いから各星とかないと。大きいやつがいいかな。大きいやつ？大きいやつがいい。これ大きいやつ、これちっちゃいやつ。うわ、やばい。あはい、消えました。私のシャギーラグなのでわからなくなります、一瞬で。はい、ふざけんな。どこに行ったの？言ってごらん。シャギーラグなので
海に消えていったように探すのがクソ大変。あ、あった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 ありましたありました。こうして、そう、しかもね、白だからね、マジで分かんなくなるのよ。ピッ、あ、もうちょい下が良かったけど、まあ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 いっか。まあ、あ、一番いいバランス感なんじゃないでしょうか。どう、あ、良くないこれ。これで何の音源踊るの？もうなんか最近何が流行ってるか分かんない。あ、でしょ？昨日撮ったよそれ。クラクラの新曲いいけど、みんな撮ってくれてたもんね。でもね、みんな可愛いんだから顔出せばいいのにって思うんだけど、今ねデジタルタトゥー怖いんで、まあ仕方ないか。可愛いんだから顔出せばいいのに。それは嫌なんだ。2割 TikTok 部できた。そんなのできたの？かわいい、いいね。まあまあじゃあ終われないよ、思い出しもうハートがつぶ合わなきゃ、詰めてよけちゅうげーもきっとだけしくてどれか、今すぐカモンレッツゴー、一緒に I love you。 撮るか、撮って、あずちゃんと一緒に撮って、ワン、ツー、シー、このままじゃ終われないよ、かと思い出し、なんかユニバさんが何のつもりなのか3からしか切り取ってくれなかったから、このまあまあじゃあワンツースリーが大事なのに。ユニバさんが3からしか切り取ってくれなかったから、音源ピエンピエンだよ。
めんなちゃい、ごめんなちゃい、一期生の曲もいい曲だよ。夜が明ければ新しい、違う、こうだ、新しい朝が見たこともない世界さ、あ、待って、あれする、誰がくれたタワー最初から言って最初から言って、一人ずつ、すごい人魚姫みたい、ありがとう、仕事ほったらかして上司とれやばすぎ、ケンショウさん、アナミさん、ミルクティーンさん、ケンショウさん、アナミさん、ミルクティーンちゃんはかけるに、洋平さん、ゴーちゃん、あとは秋太郎さん、チッチさん、堀向さん、待って流れてて、ちっち、ほりむき、はい、けん、けたんさん、星さんって誰、トルさん、はい、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,12,12 今んところ、清美さんは投げてないの、清美さん1位だけは投げてないの、響さん、清美さん ×2 ね、え清美さん2個投げてるよちょっと待って、響ってどんなじゃ、き、き、3、清美さん2ね、そんなに、ちょっと待ってなんで、なんかあれだったっけ、妖精さん、ななこさん、茶太郎さん、ふっかさん、もうそんなに、ちょっと待って、妖精さん、ななこさん、茶太郎さん、やばい流れていった、ふっかさん、シンシンさん、ログたどってみたけど抜けてたらごめん、
私投げたよって人いますか？ねえ、なこちゃんなんで投げてんの？おもろ、ありがとう。17個。大丈夫？よし、ありがとうございます。妖精さんに、ねえねえ、2個投げる文化何よ。ねえねえねえ、2個投げる文化は何なの？2個投げの文化が始まってしまってる。やめな、本当にもやししか食べられなくなるよ。もしよければ1枚だけベレー帽を借りた時の衣装のリカちゃんがいいです。お願いします。あー、なんだ、あゆの卒業公演か。オッケー、きよみさんね。あれ人気だな、なんか何人かに言われた。そんなに可愛かった？ママベレー帽あるよ、持ってきてあげようか。ちょっと待って、ベレー帽はどこに行きましたか？こちらです。あ、2個はどっちの方がいい？どんぐりみたいになっちゃうんだよ。でもこれ冬とかにつけたら可愛いんだけどね。ベレー帽でもね、私の頭の形に合うのね全然なくてね、超探して、今ね白いベレー帽も探してるんだけどね、このが一番意外に合う。私頭の形がちょっと特殊なので。耳出したら可愛い。え、ほら、可愛い。じゃあこれでも写真撮るね今日。なんでしょう、何でも似合わないの、この帽子見つけてマジで嬉しかったの。本当に似合わなすぎて、帽子っていうものが、だからなんか似合う帽子探しててマジで巡り合わなくて、したらたまたまここのブランドのがめっちゃあったからよかった。うん、でこれ生写真でもつけてたんですけど、つけるんですけど、生写真の時にこれつけて、え、これ合うってなって、わざわざ自分で取り寄せたん。チョコラティエっぽく見える。何のショコラティエ？まだタワーいる？やばいやばいやばい。もういいよ、大丈夫、ありがとう。何の財力見せつけやろう。ねえ、油田を掘り当てたわけ？ねえ。その昔トモヤルール。トモヤさん元気かな？最近来ないね。いじりすぎたかな？いじられちゃ嫌な人だったのかな？それだったとしたら申し訳ないことしたな。
4個目タワー来た。何の何の誰誰誰誰誰、妖精さん4個え、3個目私知らないけど、妖精さん妖精さん4個目ね、オッケー、ありがとう。な、その財力見せつける感じなのは何、どうしたどうしたのどうしてしまったのだろうか。これはね、このブルーレーベルってとこの多分セットアップセットなのかな、なんですけど、ファンの方がプレゼントでくださったやつ で後ろもめっちゃね可愛い、なんか編み編みになってて可愛いですよね。これこの服、私めっちゃこの服好き、色合いとかもめっちゃリカっぽい、可愛いよね、エプロンみたいで。僕は弟子なんです。何の弟子何の弟子ですか、ともえさんの弟子T シャツが大好き、違うよ、キヨタさんパーカーが好きなんでしょ、知ってるよりかパーカー好きだもんね。レースアップかわいいですね。ミクミクってミクちゃんじゃないの、違う子、ありがとう、名前変えた、パーカーも T シャツもラフな格好が好きってことなのか、どうなんだ、覚えてくれるのが何だ、覚えてるよ私記憶力舐めないでください。はるか昔に振り入れした曲とかはすぐ忘れちゃうんですけど、違う子っぽい、あそうなんだ、ありがとうミクミクちゃんミクミクにしてやんよじゃん、リカちゃんの記憶力はガチえ、いい方だと思ってるんですけどねバイバイ、ライブまで寝る、え、どういうこと、次のライブまで寝るってこと、すごく寝るんだね。リカ、今日も腰抜かすくらい可愛いね。仕事戻るね。急に呼び捨てにしてきたのに、仕事に戻っちゃうの？3週間ぐらい。ミッションワク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 、ドンマイチチ、お出かけ記念日、今日の振り替え公演待ってるね。ねえそうだよね、みんなごめんね、寂しいかなと思って配信してみたんだけど、今日来る予定だった人どのぐらいいますか。
起きない。だってお仕事とかもさ、休んだ人とかいるでしょ。私は元気だけど、やっぱメンバーがね不調なのはどうしようもないですから。画面が明るい。今日はあの多少眩しいのを我慢してこれをつけてます。ちょっと明るくする。じゃほら、そしたらどんどん明るくなっていく。でもここまで来ると私眩しさに耐えられないんです。目に入ってくる光彩量が多くて男の目になっちゃうから、ちょっと下げときますね。毎度恒例、お花買ってたけどプリザーブドフラワーなので勝ち。ありがとう、いつもお花この間もくれたよね。2つぐらい届いてた気がする。楽しみしてる。いつもみんなはさ、サツカの時はさ、何したら嬉しいの？あ、ちょっと脱ぐ以外でお願いしたいんだけど。ちいかわの真似。なんかその他のお客さんに迷惑にならなくて、で傾斜が激しい会館、県民会館とかもそうだったんだけど、傾斜が激しい客席でカメラを落としたり、あとはなんか他のお客さんにカメラを向けたりっていうことがなければあの大丈夫だそうです。はい、デジカメ大丈夫です。あのもうこういう望遠とかじゃなかったらいいんだと思います。うんうんうん、ほんと他のお客さんに迷惑にならない、あとはその人、その団体以外の、例えば友達以外のお客さんにカメラを向けたりとかしないっていうことを守ってくれてたら大丈夫。うん、あとはそのみんながね、その撮るのに必死になっちゃって落ちちゃったりとか、カメラを落としちゃったりしたら、2階席の人とかだと1階席の人に当たって怪我しちゃうかもしれないし、自分がね落ちたりしたら元も子もないから、だからしっかり安全面を考慮した上での撮影タイムだったらオッケーですって言ったことだったので、ただ私があの煽りの時間で歌に入るまでにさ、あのそれを言うにはなかなか時間が足りなかったので、なあモンタは OK。その前って妖精さんの4本目で合ってる？違う？合ってる？合って
できればアプリでって、いや袖でさ奈々子とさ相談しててさ、なんて言ったらいいかなみたいな言ったらさ、奈々子がさなんかでもアプリで撮ってほしいよね可愛くみたいな話、あじゃあそれ言うわっつってでそしたらもうすぐアンコール始まっちゃったから、アンコールありがとうございますって言って出てってノリで言っちゃった。できればアプリで音を立てないように時間が過ぎていくよ始まったよねすぐ、私すぐ歌わりだからさアンコール早かったね、すごい嬉しかったです。私たちもなんか多分新潟県民の人がすごく多かったんだと思うんですけど、なんかそれって新潟で多分今まで新潟に寄り添った活動をしてきたからここまで温かくしてくれるんだろうなと思って、なんか身が結ばれてる感じがして嬉しかったです。のぶさん、はい、のぶさん、すごいねみんな着替えるのも、あのね裏地は戦争をしてたんですよ私たちは。そっちから行って早替えの子からすると順番に着替えてって言って、もうみんなバッタバタで、大変だった、マジ戦場だったよ。一曲間着替えとかもあったし、なんなら一曲だけじゃなくてその曲のイントロの最中に出るとかもあったから、マジね戦場です次何拍手すごかった、すごかったよねみんな、楽しんでくれたみたいで何よりです。ゆうきさんタワー、はい、ゆうきさんは伸ばし棒でいいのね、なんか大変なことになってるけどちょっと大丈夫かしら、めちゃめちゃ楽しかった。でもね聞いてください、私新潟県民会館だから私のファンそんなにいないかもなって思ってたら結構いた、嬉しかった。ミカのうちはめっちゃ見つけたよ、上にも下にも、だからあミカのうちはいっぱいあると思って嬉しかった。えだってえみんなの体感的にどうですか、私のファンの人結構いてくれましたよね、めっちゃ多かった。でもさそれ本当に嬉しくて、なんかいつまでたってもやっぱりグループ内でのその県出身とそうじゃない県外出身ってずっと分けられているから、今もだからなんか新潟県の人にその受け入れてもらう、私たちはもう何年も住んでてもう第二の故郷みたいになってるけど、その受け入れてもらうまでにすごく時間がかかるだろうなって思ってたから、なんかやっとその新潟県から始まっていろんなところにツアーに行くのに新潟県の人がやっぱり多いと思うんですよ最初、なんかそういうので私のファンがちゃんといてくれるっていう、もちろんね県外来てから来てくれる人もいただろうけど嬉しいです。
あと私のファンはなんか好きになったらめっちゃガチ恋か在宅かの二極化するので現場に来る人は本当にどこでも来てくれるから嬉しい。そう極端なのなんかここは行かないけどここは行くみたいな感じじゃなくて、リカちゃんが行くならどこへでも行くよっていう人たちか、めっちゃ在宅か、ショールームだけ見てればいいやって人とすごい分かれるのだからなんかすごいね、なんか結局来てくれて嬉しいなっていうのもあるし、でも新潟のファンの人にもしっかりちゃんと応援していただいててすごい嬉しいなって思ったし、新潟県の人ってね基本優しいし、どこで撮影しててもすごい協力的なんですよ。 NGT 知ってるよって言ってくれたりとか、だからなんかそういう温かさをライブでちゃんと体感できて、まあ、もちろんいつも公演でやってるんだけどさ、なんかやっぱ公演とは別物じゃん。外に対外的に向けてツアーやりますよって言って興行打ってるわけだから、なんかやっぱそういうのがちゃんと伝わってて嬉しい。極端なんだね極端でもなんかいると思うの、その公演の距離感が好きみたいな人とかも、公演だけ来るって人もいると思うんだけど、なんかそういう人たちがなんかじゃあちょっと大きいライブも見てみようかなってなるような公演をうちらは目指さなきゃいけないなって改めて思いましたね。うん、在宅コロナ感染しないかいそれは間違いなくそう、確かに今リスクをね取るよりも在宅で配信もあるわけだし、独占生配信ニコ生でねやってもらったけどあるわけだし、そういうのを活用するっていうのも全然手ではあると思うけど、でもやっぱ直接会いに来る熱量って私たちは受け取れるから、なんか一方的じゃなくてちゃんと来てくれてありがとうって言えるんじゃないですか。それがなんかやっぱりでかいなっていう。で客席にその私のファン用にもカードを書いたんですけど、なんか受け取ってくれましたかツアー用に来場者の方に書くやつ書いたんだけど、受け取ったかな。よく考え大きな会場でも、うん、なんかね、あと最近私が嬉しいのはなんか1期生のファンの人、私推しじゃない人もなんかリカちゃん、やっぱりリカちゃんがいる NGT がいいねって言ってくれるんですよ。なんかそれがすごい優しいなと思ってなんか多分配信とかもなんかリカ推しじゃないけど垂れ流すのにちょうどいいから見てるみたいな人もいると思うんですけど、なんかコメントしたら何々推しって書いてあるから怒られるからコメントはしないけど見てるよって人いるんですよ、たまに。なんかそういう人とかにもなんかリカちゃんがライブにいてくれて頼もしかったよって言ってくれる人がいて、なんか本当一期生のファンが多いんだけど、すごいねそれが嬉しいなって。トレして2割あれってランダムなの？自分のファンに行くわけじゃないの？なんか推し登録とか確認して その人に渡してくれたらいいのにね。どう？え、やだねそれ。誰のもらったの？じゃあみんな浮気してる可能性があるってこと？不可抗力浮気不可抗力浮気した人いる？ちょっと言ってみて私に。理科の渡したいよそんなの。あんなにいっぱい書いたのにさ。じゃあ渡んない人もいるってこと？レイニアのだったん？テラヒナちゃんでした。ひなたん2割男子ほとんど当たってない。マッシーのじゃあさ、リカのやつ売り飛ばされてるやん絶対。ひなたん、ヤヒコちゃんどうせ喜んでたんでしょ。なんか
知り合いの人リガちゃん乗ってたよってくれた優しい世界、めっちゃいいねそれ。ヤヒコさんでした。ゆめちゃん、さあやちゃん、地引き一人も男子が少ないね。地引きしましたリガちゃん、あー嬉しい、ありがとうございます。そうなんだ不可抗力浮気してるやんそれ、悲しい。トレしてもらったら売り飛ばされるより楽、いいよ私的には。なんかないの、理解じゃなかったんですけど、誰の欲しいですって言ってる人とかいないのツイッターで。そういう人探してさ、もらったらどうもらったらどうとか言ってトレを推奨するアイドルだってやだ、やなんだけど。売られてた？メルカリ確認するか今でもリカちゃんのもらったらもらっとこう一応みたいな思うのかな、記念だしみたいなね。いや売られてないわ。あ、ちょっと待って、でもアクキー出てる、アクキーたっけえな、ほんでたっけえな、おいで。すごっ、こんな売ってんだ。最近のやつもあるよ。ちょっと私悲しいんだけど泣きそう。でもね出てない。そのサインのはね出てない。あの来場者特典のあのカードのやつは出てない。え、あれランダムなの？悲しすぎない？ヤフオク、ヤフオク見るか。誰か救出してきてリカのこと。いや、そんなんでさあれするのはさ、まあ推奨しないんだけどさ。あ、出てないわ、サインのは出てない。え、なんで？直筆だよ、あれ書いてたじゃん配信中に。トレして喜んでもらって嬉しかったけどね。ガチャ特賞が会場で売られてます。どういうこと？座席に置いといて、うん、書いてたじゃん私、100枚ぐらいあるんだよねっつって。違う、あのフェスの時に書いてたのは生写真で、その前に書いてたと思うよ、劇場で居残ってた時のやつかな見せちゃダメって言われたやつ。リカちゃんの特賞パネルね、それ誰か買ってたそれ誰か買ってました。誰も買ってなかったかな。悲しすぎる、サイン書いたのに。会場で知らん人に行きます絶対私推しじゃないじゃん。
転売じゃんそんなの、よくないよ、知らん人に売りつけられてなくそいつにかな、いやいや、うん、合ってる、それでいいと思う。でもなんか誰推しなんだろうね、そういう推し面がなんか辛くない？よくないですよ、うん、どんな人だった？おじさん？若い人？おじさん？最悪じゃんそのおじさんおじさん最悪だよ。花井、あ、花だから花井だったらよかったな、名前花井、花井さんだったらすごい可愛くない？花井理香、めっちゃあれみたい、芸名花井理香ってすごい、あれいいね。なんかさ、10日交換か、9時の値段で売れよな、だったらなそれよくない？そう、自分が推しメンの欲しいから、で推しメンの同じような商品かと交換か、あとはもう9時の値段だったらまだね、マシモならこうかマシモのタグじゃねえか、おいおい転売ヤーマジキモいね、本当にないわ人としてオアじゃん。コンサートの時でもさ、自分が持ってるよりもその子のことを好きな人に渡してあげるっていうさ、その善意がさ、やっぱさ、なんていうのファン同士のさ、いいところじゃないですか。え、くじはやったの？みんな一応。てか自分の仲いい人に会えた？じゃあみんなくじでもさ、その不可抗力浮気してるってこと？優しい世界だねそれは、さすがに。確かに遊びで一回だけ20回しっかりやってる全部あげちゃった太っ腹すぎかよ。やりました。あ、そうなんだあー、くしゃみ。仲いい人とはぼっちでかわいそう。3回引きました。そう、絶対そうだよ。グッズのリカ姫も多分そうやって言ってたの、2割のところに行きたいよってグッズで写ってるリカ姫も決め顔してるけど、2割のところに行きたいよってずっと言ってるよ。
代わりに親切な方が探してくれてコンプしました。え、すごいじゃん。確かにリカちゃんいっぱいって載せてくれてる子とか、あれ、奈々子ちゃんだっけ、誰か載せてくれてたよね。ゆうなたさだっけ。救出してくれないと。さくらちゃんが写真くれて神でした。え、押しかぶりじゃないの、なんでくれて、ダブったのかな。さくらちゃんがリカちゃんの写真撮れた。え、めっちゃいいやんやるやん、さすが。リカちゃん無限回収してましたかわいい。そうなんだ、そういうの聞くの楽しいね。そのライブの裏側じゃないけどさ、うちらがさリハしてる時にさ、みんなそういう戦いがあったんだねお互い戦ってたんだねうちは5枚持ってる人、なんでなんで、え、リカだけのうちわってこと。え、どういうこと。うちわって、うちわも賞、特賞なのかな。え、うちわも9時のあれ。迷子のリカちゃん全員2割で保護してた猫なの野良猫みたいな、当たり前じゃん普通に販売してるやつ。あ、そうだ、うちは5枚持ってんの。え、どういうこと、中入りかで5枚集めたってこと持ってるよおかんすごない、ねえ。迷子のリカ姫救出してくれたの、ありがとう。あのうちは漏れてたよ、これでしょ。本当は会場のも完売させて、ねえ、優しいね、ありがとう大丈夫だよ1枚ずつ買えるの知らなかったのかなあ、5枚セットだと思ってた強っ可愛かったから買いましたなんかでも会場良かったよね、なんか雰囲気とかあの感じが、県民会館めっちゃいいなと思った。私あそこでなんかイベントしたいなって思った。またえ、どう、なんか来やすくなかった、わかんないけど。だってあのリカちゃん可愛すぎたじゃん、そんなのいっぱい買うしかないじゃんでも私一言言えないんですよ、あのうちわとか私もいっぱい買っちゃうので推しメンのグッズいっぱい買っちゃうので。はい仲間推しにいたんだと思いますよ、めっちゃ買っちゃうよね、なんなのあれなんかバッグとかもその時にグッズ入れる用と持ち帰る用で2つ買うし、いっぱい買っちゃうよね。売り切れてた？何売り切れてた？スイーツ部のアクスタ5個持って聞いて、私もあるの、ちょっと待ってね、あるよ、私もちょっと見てほしい。あれ、あ、そうそう、これこれこれ、あ、これじゃない、わ、なんかクッキーいっぱいあってどれが何か分かんなくなっちゃったあ、え、これでしょ、これ
これかわいいよね。しかもね立つんだよちゃんと。いや後ろ姿もなってるからかわいいんですよ。これめっちゃ私も好きで、これめっちゃかわいいよねそれ買った？5個ずつからしか買えない病気になってる？まあそういうこともあるよね。だって私ほらこれもめっちゃ可愛い。これのね、でもこれさバラ売りしてほしいよ。なんでさサマーグッズなの？私運営に文句言ってくるね。任してなんかえこれさ、これめっちゃ可愛くない？これだけ5個欲しいんだけど私え、バラ売りしてくれよって思わない？だってさタオル欲しいけどなんかそれ買ったらうちは2個になっちゃうとかあるよね。サマーグッズのやつ、え、言っとくね運営に今度からそういうのやめてくださいっつってでもなんか やばいこれ本当にかわいすぎる。いちごミルクアイスにしました。でこの上に乗っかってる星はチョコレートで、チョコレートで、これもかわいいでしょ。なんか型選べたんですよ。もう一個のソフトクリームと普通のアイスと。でももう一個のソフトクリームのやつなんかちょっとここでさ分かれてるからさ、なんかちょっと型違う、なんかちょっとなんかね、だからこっちにしたんだよね丸い方が可愛いかなと。ここで分かれてるんだ。これ分かれてなかったらいいよ。ここで分かれてるからさ、これがもしもここの金具が落ちてなくなった時、あのちょっといね、いかがわしい形になっちゃうじゃないですかちょっとなんかちょっとなんかなんだっていう。だからなんかだから一応こう丸い方にしたよって。私はね、でもソフトクリームの形と選べたの本当は。どっちか選んでください。ねって多い頭にアクスタ刺したいけどいい部屋出ない。え、頭にアクスタ刺したいってまず何？でも私がやってたって言うとあれなんだけど、透明のさあのあるじゃん、ゴム、あの絡まないゴムみたいなやつ、あれを使うんだけど、ここお団子2つしてでゴムと一緒に巻き込んでアクスタをでここにつけるの2つ。なんか可愛かったよ。なんかシャカシャカのゴムと一緒につける。あのさシャカシャカのゴムわかる？あれないかな、この辺にあったけど。シャカシャカのゴム、こういうさ、こういうシャカシャカのゴムにと一緒にアクスタをそう、これ外して、これ外して一緒につけるのよ。でこれをまずつけるので、その後にこうしてここに透明のゴムで巻きつけたらなるよ、可愛く。すごいな、答え持ってたえ、そう、それ私やってたって言うとあれなんだけど、やってたんだよね。だからこれかわいい、このシャカシャカゴム、これディズニーで買ったんですけど、3個で
3個で1000円とかあったかな、マジで高いよね。でもこのなんか可愛いプリンセスの袋に入って3個で1000円とかだった気がする。で透明のさ、さっき私がこれこれこのゴム、このゴムあるじゃん、これこのゴムの透明のバージョンが100均に売ってるからそれを使うので、こんばんは。連番するお友達巻き込んでやります。あの国物価高いよ。あ、夢の国ね。そうそう、物価高いんだよね。あれ、どこやったかな。え、それかもうこういうでかいゴムに、で、じゃあでかいピンにこことかにあのアロンアルファでくっつけちゃう。こうやってやる。あ、かわいい。ここにもうアロンアルファでアクスタくっつけちゃって、かわいくない？とかこういうこういうピンにさ、もうここにピッてつけちゃって、でかいクリップとかに、そしたらさそのままさカバンとかのさポッケにさピッてつけといても可愛くない？リカスクバに推しメンのグッズつけるときそれやってたよ。スクバにつけるなっていうね話ですけど。うん、あの親に見せれないスクバでした。しかも中身お菓子と携帯しか入ってない。メイクポーチお菓子携帯しか入ってない。高校の時なんか今日バイト行く日だからとか言って全部置き弁して、置き弁するってことは宿題する気ないってことだからね。課題やる気ないやんっていう。スクールバッグって何か知ってるかって言われたことあるもん、私あの教頭先生に。で一本早い電車に乗っていくんだけど、一本早い電車に乗って山から降りなきゃいけないんだけど、そう一本早い電車に乗ったらその朝ね早めに学校着いて、で一番に来るジムの人と一緒に入って勉強その課題やって、で授業中寝るっていう。うん、
あでもさあれだよ、さっきのやつお団子を普通のお団子にしちゃうとちょっと崩れやすいから、三つ編みしてからこうやって巻きつけるお団子にしてやりなね。そしたらなんかあの土台しっかりするから落ちてこない。ヘアレンジっておくわ。でもそうだよね、オタ活って大変だよね。なんか一筋縄ではいかないよね。ほんま可愛いな今日も。ありがとう。現場の時の髪型考え、なんか推しメンがさあらかじめ言っといてくれたらさそれに合わせるけどっていう感じじゃない。だからこれはごめん、私が言うようにするわ。私今日は何にしよっかなってその前日の配信とかで言っとけばさ、でもその日に変わったりするんだよね気持ちが。妖精さんバグったのかな。妖精さんのショールームだけバグってるね。どういうつもりなのだろうか。違う妖精さん、別のアカウントの妖精さん、え、でも同一人物ってこと。紛らわしいな。タワーパチパチパチ。この人かえりちゃん推しいでしょどうせ。妖精さん本人と弟子どういうこと。同一人物じゃない。え、あの僕一回しか投げてないよっていう妖精さんいますか。僕が4つ投げましたっていう妖精さんと僕一個しか投げてないんだけど何の話っていう人いますか。妖精さんって増えるって、妖精さんってあれでしょ回復できるやつ。ハート5個回復できるやつでしょ。1個だけです。あ、こっちの妖精さんは1個しか投げてないと。でもね、もう一人妖精さんがいるんだよね。弟子妖精が5つ目。ちょっと待って、わかんない。妖精さん、かっこ本物って書いとこう。これ妖精さんで書くからね、全員。大丈夫？名前変えた方がいいんじゃない？ほら、にやり弟子。まだタワーいる。え、ほらこの人怖いんだけど、何何どういうこと。待って待って、混乱混乱。
僕サインいらない。へえ何のためにじゃあどういうこと。にやりさん謎の1、ちょっと誰か説明して私に。タワーいえ僕サインいらないって、いらないよ、どういうこと、どういうこと。じゃあとりあえず1本は書くね、1個は書くね。あの普通の妖精さんとニヤリの妖精さんと2本は書くね。それでいい、それで許して。私の知ってる妖精さん多分12位にいる妖精さんなのよ、2割あとなんとか本物の。一本もいりません。え、それもそれなんだよね。え、どういうこと？ちょっと待って。え、わからないよ。わからない、わからない。どうしてそんなにタワーを投げてくれるの？おかしいなって感じだけど。僕も見覚えなる。でしょ？こっちの12位の妖精さんはいつもそのお話し会とかにも来てくれる人で、昔から私のファンやってくれてる人なんだけど、1位の妖精さんが弟子の方が分かんないのよ。え、なんでたくれたの。ありがとう、ありがとう。謎が謎を呼んでいます。どういうことなのでしょうか、私は分かりません。僕会ったことない。え、いい人だ。じゃあ混乱してバグった末に、いい人だ。じゃあ、いい人です。いい人、結論いい人。頭悪い、頭悪いの丸見え。優しい、いい人だ。新潟劇場も行ったことありません。え、私のこと好きですか。私のこと好き。私のこと好きなんですか。え、それに関してはノーコメント。リカのこと好きじゃない。止まった。ほぼ通りすがり、ちょっと待って、通りすがりでさタワー投げていくのってどういうことなのねえ。新興勢力出てきた。ワニのアバターの人。通りすがりのいい人さん、ありがとう。リカゴット知ってる？中井リカって言います。7年アイドルをやっています。
17歳です。そうすると10歳からやってることになるな。ゼロ五、ゼロ五、ゼロ五生まれ。もっと欲しいなら、ちょっと待って、大丈夫、もうありがとう、本当にありがとう、嬉しいけど、どういうつもりなのか教えてほしい。私なんかしたかな、この方に。ありがとう、ほんと嬉しいし、ありがとう、なんでこんなによくしてくれるのでしょう。かわいそうに見えましたか、私が。みすぼらしく見えましたか、私が。でも一応サインは書かせていただきます。一つは絶対にいらないと言われましても、そういう決まりなので。なんでそうなるの。あのね、私みたいなね、 HSP のね、あのド繊細女はね、そっちなんか善意に、人の善意に悪意があるのではないかって思ってしまうのよ。ちょっと本当に申し訳ないけど、いにしえの友やるサインいらない、困ります。いや、私が困ってるよ。私が困ってるよ。わかった、じゃあ書かなきゃいいのかな。書かない方がいいんだったら書かないようにしますけど、一応善意ということで。何なんだろう、代わりに欲しい人に。え、待って、分かんない、何のつもり。なんかいる、どっか、なんかスナイパー。大丈夫、私狙われてる。何かのドッキリね。まあ、ゆかちゃんのとこで初見で10本投げた人いたけど、同じタイプなんだろうな。すごいね、ゆかちゃんって謎にそういう人に好かれるタイプじゃないですか。私割と、あの、私の周りって結構まきびしまいてあるタイプなので。ヨガちゃんはどっちかっていうと、あー、いらっしゃい、お茶でも飲むってお茶出すタイプだけど、私は、夜な、お前は誰だっていうタイプだから、なんか、それがなんかあれなんだよね。多分、ヨガちゃん MBTI は E 型だと思うんですよ、E。私、I。だから。確かにわかる。乃木を追っ払ったの、笑った。
どういうこと？違うよ、あれ乃木坂じゃないですよね。日向坂のファンの方ですよね。あれちゃんと理由があって、その配信してるのに切れちゃったんですよ、その回線が混み合って Wi-Fi が弱くて。それはちょっと迷惑だよっていう。でもその後にまた大量訪問してきた桜坂ファンの方はめっちゃ優しかったよ。なんかその俺らが人気にしてやるぜみたいな上から目線な感じもなく、この差って一体何ですかって感じなんだけど、え、いい人たちだったよね。なんか丸々から来ましたみたいな、すごい礼儀正しい優しい人たちだったよ。田舎月さんね、OK。だから桜坂のファンの人たちはすごいいい人たちだなって思ったけど、なんかお邪魔しますって言ってくれたりとか。だからなんかよっぽどひどかったんですよ、お日様が。なんかその自分たちが人気にしてやった前例があるだろう48みたいな感じの、なんかちょっと上から目線な感じがあったんですよ。なんか今日は誰のところに飛ぶかなみたいな感じでやってくる感じ、それがなんか本当にね、私は初手で感じてしまった。違う、コメント欄見ててみんなも分かったでしょ。まず人のルームに勝手に飛んできて中井理香だわらわらみたいな感じだったじゃんだけど桜坂の人たちは、ファンの人たちはなんか「中井理香ちゃんはじめまして、まるまるから来ました、お邪魔します」みたいな書いてくれてて。なんかやっぱこの違いですねっていう。うん。いやその体で来れたらこっちだって臨戦態勢入りますよっていう。だってね、そうだけど、でもお邪魔しますって言ってなんか初めましてとかって言ってくれる人たちに対して私突っぱねたことないでしょ。でも逆にメンバーに自分のファンが悪く言われるのは嫌でしょ。だって私のファンそんなことしないもん申し訳ないけど訓練されすぎてるから。あと私のファンは他のルーム行かないし、行ってもコメントしないし、そう信じてる、だから悪く言われる要素がないうちのファンには。申し訳ないけどどこに出しても恥ずかしくない人たちなので、その人たちのところにやっぱ悪いね人が来ちゃったら、そんなのこっちからファンになってくれなんて願い下げですっていう。そんな民度低い人たちに何か押し上げてもらうほど私はファンに困ってないのでって思っちゃう
ですけどね。だから別に私はあの時のの対応は間違ってないと思ってますよ。うん、誰に何と言われよう、だってそういう風にしてきたの向こうなんだもん。何を上から着てみとんねんっていう。ここはわしの城じゃ。人の城にずかずか土足で上がってきて偉そうにされたらそれは誰だって怒るでしょ。お邪魔しますって言って入ってくんならまだしも、常識的に考えて人としてそうじゃない？だとするとその子で悪意の切り抜き動画があった。そんなのね言ってたら切れないから、この仕事してる上で。私なんてそれどんだけ悪いところ切り抜かれてきたか。分かってくれる人が分かってくれてたらいいんですよ別に。切れないもんね。我々の、私のファンは分かってると思うけどね、そんなの一個一個ね言ってたら切れないのよ。そんなんでいちいち病んでたらね、ほんとね、アイドルやってらんないからね。真っ白さん、ありがとう。なんかみんなさ、などうしたの？なんかあれしてた、なんかあの欲望を全て立ってた今まで。でもなんかアルバム出たりとか、それこそコンサートあったりとかしてるはずなんですよ。いや、なんかはっちゃけてるね今日。どうしたの？やっと仕事終わった？お疲れ様。真城さん仕事終わったって言うけどさ、その終わったとて潜るじゃん。ね、終わったとて潜るじゃんいつも。そろそろ1万だよ。何か？あ、人？それはね。シャイだもんね。チッチとマシオさんめっちゃいい友達になれるんじゃない？すごい似てるかも。チッチはね、割とね配信だとねコメントしてくれるようになったんだけどね、ほんとに陰キャだからね。まんで私を見てるかのごとくいつも。ほんとこんな友達来た。真っ白さんはね、真っ白さんもすごいねその陰の感じを感じるんだけどね。え、絶対仲良くなれるよチッチと。いや、うん、まるで私を見てるようだもの、普段の私を。ジャーバージャンのジャケ写に写ってるから。そんなこと言ったらいっぱい写ってるよ私だって。私だってね、いろんなところに写ってますよジャケットなんて。
友達ぜひ、おほら一歩踏み出してくれたよ、マシオさんが。踏み出すタイプじゃないよ決して。マシオさん、マシオさんはなんかヤッホー、あ、うん、あ、元気。こういうタイプ、あのね、よくわかってる。ぜひお友達になります。こことここはね、多分めっちゃいい感じだと、すごいシュールな時間流れると思うけどね。めっちゃいい友達になれると思うよ。マッチングコーナー始まった。ユニットかな。おいしさんの好きなユニットあれだもんね、ギャルズだもんね。オレンジさん来たの、新潟のツアー。めちゃめちゃシュールな時間流れると思うけどね。ニヤニヤしながら見守りたいね、マシオさんと。ちごめんなさい、来てないじゃん。いつ来るのツアーね、東京来る？オレッチさん相手、てめえまたよ、おい治療、てめえまた2割に混ざって酒飲んでただろ。おい見たぞ私ツイッター。オレッチいつ来るの？こちらもニヤニヤしてるよ。オレッチさんステージで紹介してほしい。ど天然記念物だからな。オレッチさん東京来るの？来ないか、仕事忙しいのかな。僕も2割になりたい。なってくれぜひ。あの2割じゃなくて2割だからね、うん、名前変えてよ、妖精じゃない名前にしてよ。妖精がいいの、かぶってんだよねこのいい人。にやりさんの本当の気持ちが、お、雪解け？深い雪もやがて溶けて。りょうがさんね、どんな字だっけ。自分も2割になりたい。え、すごいスーパーハリケーンおじいちゃん来た。ぜひなってください。スーパーハリケーンおじいちゃん来たじゃん、やばすぎ、強そう。山からふわーって降りてきそうだよね。名前が出落ちなんでも、しっかり私のアバターだったよ。テシー出た、たまに間違えるやつ、パイズさんのたまに間違えるテシー。チームに入れるかな。
オメガモンさんってめっちゃあまり直しじゃない？テシー誰？はじめまして、はじめまして。もうわざと説ある。私割と拾ったの全然拾ってないけどね、テシーを。すみません、あ、全然いいんだけどね。はじめまして。ほっぺのキラキラかわいい。そう、お花つけたの。 TikTok 撮ろうと思って。だから TikTok 何撮ったらいいかだけ教えてよ、早くね。え、 TikTok。 何ロイヤルナイツって、怖い怖い。何、なんかあれだね、ホテルの名前みたいな。いかがわしい、いかがわしいホテルの名前みたいな。デジモンのせい、あ、そっか、分かんないわ。ねえ。ごめん、なんでもない、忘れて。私の一番可愛いところに気づいてる。何の話をしてるの。じゃあランキングを発表します。7位がココちゃん、6位がケタンさん、5位がアナミさん、4位がキヨミさん、3位がホリモキさん、2位がホッカンさん、1位が妖精、あと2位アリ弟子さん、ありがとうございます。タワーの確認をさせていただきたいと思います。何言ってるののコーナー。はい、ケンショウさん、アナミさん、ミルクティン、ミルクティン、陽平さん、ゴーちゃん、アキタロスさん、チッチさん、ホリモキさん、ケタンさん、タケタケさん、サトルさん、ヒビキさん、キヨミさん、キヨミさん、妖精さん、1回目、ナナコさん、チャタロウさん、フォッカーさん、シンシンさん、妖精さん、妖精さん、妖精さん、ナーモン、ノブさん、ユウキさん、妖精さん、過去本物、妖精さん、5個目、田舎好きさん、真城さん、涼河さんで合ってますか。合ってる、ありがとうございます。なんか抜けてたらまたあのあれで送ってください、インスタン DM でも何でも。だ、後日サイン書くのでお楽しみにしていてください。ありがとうございました。ちょっと明日ちょ爆速起床しなきゃいけないので、もはや夜に起きなきゃいけないので、ちょっとあの早めに今日は終わりたいと思います。祭り？いや思うよねこれ見たら。ちょっとねやばい人が何人かいて、やばいんだよね本当に、うちの2割。ちょっとありがとうございます。じゃあちょっと早いんですけど今日は、でも言うても2時間半したか。ありがとう。おやすみなさいませ。じゃあね。でもねこれ終われないわ。終われない。こっちで終わろうかな。こっちで終わります。ちょっと待ってね。バイバーイ。